キム・レーバーはアメリカ合衆国の女優、ニューヨーク出身、母ティナ・レーバー、養父、クリス・メルテセンのもと育つ。姉妹が4人、兄弟が2人いる。1975年にアメリカの子供番組のセサミストリートにレギュラー出演し、1978年まで出演していた。ボストン大学を卒業後、ブロードウェイ劇、 コマーシャルなどに出演して演技力を磨き、ローオーダー、ER などに出演。ニューヨークの警察官、消防士、救急救命士の活躍を描いたヒットドラマ、サードウォッチでは、救急救命士のキムザンブラの 24-24- 24では、国防長官の娘、オードリー・レインズ役として、レギュラー出演した。また、現在はアメリカでヒットした、医療ドラマ、 グレーズ・アナトミー・恋の解剖学のシーズン6から医師、テディアルト・マニアクを演じている。フランス語及びドイツ語が堪能。ドイツ語は母がドイツ生まれのため。私生活では2000年にフランス出身の脚本家、映像監督のマニュエル・ボワイエと結婚、2002年7月、2007年10月にそれぞれ男の子を出産している。ありがとうございます。